パリ条約、パリ条約、A、トリーティー・オブ・パリフツ、トレートでパリは、1783年に、アメリカ独立戦争を終結させた、講和条約の一つ。アメリカ合衆国とイギリスの間で結ばれた。イギリスが、アメリカの独立を承認し、ミシシッピ川より東を、アメリカ領とした。なお、アメリカに組みした、スペイン及び、フランスとの間には、 ベルサイユ条約が結ばれた。この施設団には、ジョン・アダムズ、ベンジャミン・フランクリン、ジョン・ジェイ、ヘンリー・ローレンスがいた。この戦争によって、イギリスのヘゲモニーは制限されたが、イギリスの世界戦略に影響を及ぼすこともなく、勢力は維持された。逆にフランスは、北米植民地戦争の借りを返すことに成功したが、国家財政は底をつき、困窮を極めた。 一方アメリカ大陸ではアメリカ独立戦争、フランス革命の連鎖により中米、南米でも独立の機運が高まっていく。1783年にはイギリス、フランス、スペイン、アメリカの間では兵が成立したが、イギリスとオランダの間の第四次英乱戦争は翌年5月20日のパリ条約締結まで続いた。オランダは敗北を認め、 ナーガパッティナムをイギリスに活上した。ありがとうございます。